皆さん、こんにちは。Visa JP カナダ移民コンサルタントの白石です。今日は9月29日です。もう9月も最後の日に、最後の方になりました。今週は、ここに書いてあるように、明日は、ホリデーなんですね。なので、弊社は休業させていただきます。なので、もう、これが最後の9月の営業時間帯になる感じです、弊社は。で、次は10月になります。で、9月最後の、ニュースウィークリーですね。こちら、新しいニュース2つ上がってますので、こちらの2つの、解説をしていきたいと思います。まず簡単な方からいこうかな。簡単な方、短い方、簡単でも重要なものです。はい。こちらがですね、10月1日からすべての、コロナ関連の国境の措置が、廃止になりますということです。おめでたいニュースです。これをもってコロナも、インフルエンザぐらいの扱いになったっていう感じですね、カナダでは。なので、事前の、ワクチン接種の証明もいらなくなりますし、アライブキャンという、アプリで事前登録を今までしてたんですけども、これも、義務化ではなくなります。そことかはね、ちょっとね、わかんないですけど、義務化、マンダトリー、義務ではなく、マンダトリーではなくなりますよっていうふうにニュースに書いてあるんですね。マンダトリーっていうのは義務なんですけど、義務ではなくなりますよっていうふうに書いてあるので、任意で、やりたい人はやればって感じなんじゃないかなと思うんですけど、やった人の方が早くこう進めるとか、なんかそういうのがあるんだったら、やっぱりそんなに大変なものじゃないんですね、あれ。結構簡単なので、そういうのがやった方が早いよとかあるんだったら、やった方がいいのかもしれないんですけど、一応やんなくても良くはなったんです。で、今まではやってないと飛行機乗らせてもらえないので、事前にやりましたかってチェックインの時に聞かれたりとか、してたんですけど、それはなくなるということですね。うん、ちょっと10月1日以降で、このアライブキャンをやったけど、別にやってない人と同じだったよとか、なんかそういう生の声が聞きたいなという感じではありますが。で、はい。で、あらゆる、コロナ関連の、国境措置が終わりになりますということです。めでたし、めでたしです。で、日本に入国するのはまたこれとは別のことなので、日本の方の対応を、皆さんそれぞれ、確認していただかないといけないかなと思うんですけれども、日本も10月から、結構、まあ、以前に比べては緩くはなります。でも全面撤廃ではないはずです、日本は。なので、ちょっとそこは、日本の方は日本で、様子を必ず、確認しながらということになります。で、まあね、ただしってに、日本領事館からこう発行されているメールマガジンがあるんですけども、それにも書いてありますが、ただし、これで、まあ、絶対終わりっていうことではないかもしれないんですよっていうことは、まあ、言って、そういう、政府の方では言ってるんですね。要するに、またコロナが違う、形ですごく拡大してきたりすると、また違う措置が始まるかもしれないですよ。それはもちろんそうなんですけど。っていうことは、まあ、領事館の方では、アナウンスをしていました。ということで、とりあえず、10月1日からは、全面的に、国境措置は、なくなりますよということです。はい。では、次のニュースの方をいきたいと思います。はい。次のニュースはですね、実は日程的にはこれより前に出てたニュースですね。先週の初めぐらいに出てたニュースなんですけども、先週、ニュースウィークリーやらなかったので、こちらをお話ししてないので、はい。なので、こちらを、まず、今日ですね、お話をしたかったです。そして、こちらはですね、NOC2021。これは職種レベルの、変更ですね。これのことについて、これに関する、ニュースです。これに関して BC、PNP の対応
です。BC 州ノミネーションプログラムですね。がどう対応するかという話です。で、おさらいですが、この NOC2021 というのは何ぞやというのは、関連ニュースの、過去のニュースのところに、書いてあります。11月16日から、職種コードが大幅に改定になりますよということです。今までの職種コードと違って、ティアーという、職種コードの、分け方になります、で。スキルレベル 0A、B、C、D というふうな分け方だったのが、この 0、1、2、3、4、5というふうな分け方になりますよということですね。なので、今までの自分の職種コード、まあ、6332とか、そういう4桁の職種コードだったんですが、これがまあ5桁になるし、なって、全然違うコードになりますよ、ということです。で、これを踏まえて、この新しい職種コードになったら、今、この、申請を、BC 州ノミネーションプログラムに申請をしている人とか、申請しようとして登録をしている人っていうのは、そのままにしとくと、自動的に新しいコードに変わったりしないんですって。というのが、このニュースです。で、エクスプレスエントリーのニュースを前にしたんで、話したんですけども、エクスプレスエントリーの、ニュースは、こちらです。で、11月16日以降、エクスプレスエントリーを登録している人っていうのは、その職種コードのところだけは直してくださいよ、各自っていうふうになってました。で、なので11月16日になったら、自分の職種コード、従来の6332とかそういう4桁のコードだったのを、5桁の、自分の職種コードを探して、それに、書き換えるっていうのは各自11月16日以降やってくださいというニュースでした。これが、エクスプレスエントリーの対応で、BC 州ノミネーションプログラムの方の対応は、なんとなんとなんと、10月12日から、11月16日まで、もう1ヶ月以上の間ですけども、もう閉めちゃう。この、BC 州ノミネーションプログラムは閉めちゃうんですよ。で、その閉めてる間に、その州政府が何をやるのか知らないんですけど、知らないっていうか、多分、まあ、システムを新しくするんでしょうけれども、なんとなんと、みんな10月12日になったら、登録してるものが、なくなっちゃう。もう登録してるものが、その、登録されてなくなっちゃう。落ちちゃう、その登録から。なので、全員もう一回、11月16日に登録をし直してくださいよっていうことです。これはめんどくさいと思うんですね、私は。エクスプレスエントリーは、そこの職種コードのところだけ直せば、アップデートすればよかった、いいんですけど、BCPNP はもう何にもなくなっちゃうので、この10月をもって。なので、もう一回一から、職種のとこだけじゃなくって、結婚してますか、はいしてますとか、自分の名前は、住所はとか、そういうところから全部入れ直さないといけないっていうことらしいです。これは大変。で、まあ皆さんはね、自分の登録だけだから、まあ皆さんは、自分でやってる人は1個やればいいんですけど、私たちは何十個もやるので、これは大変。で、でですね、エクスプレスエントリーストリームっていうのがあるんですよね、BCPNP にも、BC 州ノミネーションプログラムにも。これはエクスプレスエントリーストリームの人は、BC 州の方のシステム、SARS というシステムにも登録をしてあり、エクスプレスエントリーにも登録してあるはずなんですね、両方に。その方たちは、もちろん、両方やらないとダメです。だから、BC 州の方は再登録をしてください。そして、その後、すぐに、エクスプレスエントリーの方も、職種コードの修正、アップデートをしてくださいということで、2つやらないといけませんよ。っていうことです。まあ、大変ですけれども、
そういう、まあ、まあ、だから11月16日以降、ちょっと皆さんバタバタするだろうし、ちょっとインターネットのこのアクセスがね、集中するんじゃないかな、移民局とか州ノミネーションプログラムとかが。なので、まあ、皆さん、ちょっとプランアヘッドで、前もって準備しておいてくださいねっていうことです。で、これが、まあ、登録、再登録とか、その B、エクスプレスエントリーの、コードのアップデートとかが遅れるとどうなるかというと、まあ、そのアップデートをしてない人は、まあ、登録されしてないのと同じように何も来ないよって、ITA が来ないよっていうことになってます。なので、ちゃんとアップデートを早めにするに越したことがないということです。で、それまでにノミネーションされている人は、もう従来の、NOC の方で、全部動きますから、それまでにもう動いている人はね、審査が進んでいる人はいいんですけれども、登録をして待っていますよという人は要注意です。というニュースです。はい。今日はこの2つをお話ししました。次回の、ニュースウィークリーは10月の第1週目になります。またその時に新しいニュースがあれば、新しいニュースをもちろん解説しますが、なければ、最近、昨日ですね、上げた、ブログがありますので、ちょっとそちらの方の解説もしてみたいと思っております。では、皆さんまた来週までごきげんよう、ありがとうございました。